まずウルトラマンじゃないですか、はい、ウルトラマン、うん、このセブンの前のね、うん、ウルトラマンは、中性的な、なんていうのかな、ね、イメージ で顔は菩薩とかアルカイクスマイル、うん、で、なんていうかな、生めかしいというかこう華奢な印象と思うんですけど、うん、一方でセブンっていうのはあのもうガタイが良くてもうファイターなんですよね、うん、そもそもがね。でモチーフが、西洋の甲冑なんですよ。あ、そうなんや。そうで、技も多彩で、うん、もう戦うっていう戦士っていうモチーフで最初から作られてて、あのスパルタとか、はい、あの辺ローマのね、ね、ああいう感じのね、分かる分かる。もうウルトラマンと比べてもう全然こうなんていうかな、もう武闘派な。はい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 、体型もおっさん体型なんですよね。おっさん体型なのこれ。なんかドテッとしてる感じ。うん、そうでウルトラマンはちなみに中の人知ってます？この中に入ってた人。知らん。これ中の人はあのウルトラ警備隊の天城隊員が。ええ？セブンの人が入ってるの？フリア・ビンさんっていう役者さんが中に入ってる。フリアさん入ってます。知らなかった。あの手足がすごく長くて、日本人離れしてて、あのケムール人とかも、あとラゴンとかも。そう、フリアミさんから。そうすごいな。でセブンの時も古谷さん来ると思って成田さん準備してたら、うん、全然違う人来ちゃってね。あのね、一回断ったんですよね、古谷さんがね。そう、古谷さんね、こうね、体型が違うと、そう話が違うぞと、うん、それでどうしようかって思った時に、まあね、ウルトラマンは引き算で作ってる。だけどこれちょっとその不格好なその頭でっかちになっちゃうとまずいから、逆に足し算でいこうって言って甲冑つけるっていう形の方向になってる。ここの上の方に視点が行くように下のデザインをシンプルにしてる。確かに。そうなんですよね。で実はまあ最初のデザインね、模写してきました。こんな感じだったんですよ。でつまりね、ウルトラセブンをね、青くすることによってちょっと細く見せられないかなとなったっていうね。青の、はい、え、かっこいいじゃん。これがだから最初のデザインで、肩赤赤っていうやつと、あとまああの上がな青メインのやつっていうのと、この感じで、作られてたっていう時代があったんですよね。はい、なので奥野さん、はい、新エヴァンゲリオン最後のやつ、ほう、なんかセブンが白くなってましたよね。セブンが白くなってあれ初期設定に戻ったのかなみたいなね。すげえ。フラグスーツがね、マジか、はい、みたいなね、ふうに思うわけですよ。つまりあのガチオーター警備隊の人たちは、はい、こんなん当たり前に知ってるわけですよね。これだからこのデザインをもうフィギュアにしちゃうよっていう流れで、みんなセブンって白いのあるよねって知ってて、でまあそうするとセブン、アスカは最後は初期設定に戻るっていう流れっていうのを、もうそのガチオタ警備隊の方たちは北総園で楽しんでらしたのが今回のセクシーエヴァンゲリオン。今知ったんだけど。そうですよ。なるほど。はい。っていう、じゃあ続けてください。どうぞ。はい、たくさんねセブン武器があるんですけど、この、うん、アイスラッガー、はい、アイスラッガーも残酷なすごい武器なんですけど、これ、うん、セブンスラッガーじゃなくてアイスラッガーなんですよね。もともと番組タイトルの案が最初ウルトラアイっていう番組だったんですよね。あ、で、こんなこれが残ってて、これだけなぜかアイスラッガーっていうふうに残ってたりします。そうですね。武闘派。武闘派セブンがかっこいいっていうのが一番。そうですね、はい、物語が深い。ウルトラマンは、結構その前番組はもうバラエティ色が強いというか、うん、結構子供でも楽しめるような、うん、もう明るい雰囲気で、うん、なんだろうが多かったんだけど、一方セブンはもうあの戦争と侵略の話が圧倒的に多いんで、まあ、ドラマが深い、うんうんうん、で結構子供にも容赦ない話が多いっていうのが面白くて。そうですね、うん、だその一方で全体的に暗いんですよね、雰囲気がね、うん、あの曲調とか音楽もかっこいいんだけど、うんうん、なんで子供さんはちょっとね食いつき悪いかもしれないけど、ある程度年齢いったりしてみると、いやセブン面白いねっていうのに気づいていくっていうのは、意外とあります、ね、大人向けコンテンツだったってことなんですね。いやもうセブンはなんでできてるかっていうの、僕なりのやつをちょっとさ簡単に説明しますね、はい、まず一つはアメコミヒーローっていうのがまだあるんですよ。アメコミ入ってんすよ。で、あのウルトラマンはあのアメコミが和風になって面白いことになっちゃってるわけです。弥勒菩薩と合体することによって不思議なことになってくる。それが面白かったのと、あともちろんモダンアート、そしてシュルレアリズム、これあとで詳しくあります。であと若き演出家の暴走っていうのがあって、もうみんな若いんだよ。で暴れたいの、特に実相寺さんは暴れたい。で実相寺明夫が暴れてるっていうのが最高だったんです。あともう一つ、この時代は社会派の時代なんですよ。若者が物を申すの時代なので、まあとにかくテーマが出てくる。で侵略者っていう宇宙人っていうので、侵略者考察、これが深みを生んでるんです、うん、なんでかっていうと、アメリカに侵略された後だから。で日本も侵略してましたから、侵略って沖縄っていうところはそこの最大の犠牲者だったんで、うん、でその人が脚本家チームの中心にいるわけ。なるほど。だから絶対そこから外せないし、
実相寺明夫のおじいちゃんは何者かっていうところで一番深いところ突っ込みますんで、これちょっと後でお楽しみにってことです。それだけじゃないです、ウルトラセブンはラブコメなんです。青春風演出っていうのをやってみねってなって、ウルトラマンの中ではあんまり出てこなかったアンヌとそのダンの淡い恋心っていうのをちらつかせるっていう演出が入ります。これがね良かったんですよ。でちょっとエロいっていうか、エロいだけじゃないんですけどね、まあ実相寺さんたちがいるからこそね、大人のエロスっていうのが香るわけですよ。でね、セブンはまあちょっとフェチっぽいんで、これで性に目覚めちゃった大月健二みたいな男もいるわけです、うん、だからまあそのラバー系の変態の方はこう大好きな感じで、これで性に目覚めるっていうのもあったりなんかするっていうのも、これもまあ、おなじみの話です。でもちろんさっき言った和のウルトラマンのそのポイントなんですけど、僕が思うのは和の要素が強いのがウルトラマンで、洋の要素が多いのがウルトラセブンだと思いますね。 なぜならば、まあ、魅力菩薩なんですけど、うん、ウルトラマンっていうのは基本的にで、まとめますとこういう感じなんですよ。ほう仏ってあのね、なんかね、まあ、これは完全な俺 の印象なんですけど、ウルトラセブンちょっとインド感っていうの、インドの甲冑にちょっと近いとか、まあ、インドの雰囲気すごいあるし、あのクリシュナに近いなってすげえ思いますんで、うん、デザインは足し算と引き算に分かれるし、明らかに60年代の明るさを持っているウルトラマンに対して70年代の暗さを予感させている、この明るさと暗さの違いがまあ一番でかいですね。でこれが大人向けと子供向けの違いになってるっていうのはあります。でタイマーがついてるのとついてないので、これが強いと弱いな、ね、だから そのカラータイマーピコンピコンってなって3分で帰んなきゃいけないっていうハラハラさせる演出っていうのがウルトラマンなんだけど、セブンはピコンピコンないんで、ないずっと戦えるってこと。そうなんですよね。だからそうか、俺3分だと思ってたもん。だからセブンが出てきたら解決しちゃうっていうことで脚本家が苦しむわけ。これで終わっちゃうじゃんってなって、カプセル怪獣っていうアイデアがあって、うん、今まで出てきた怪獣をもう一回出そうと、うん、これがポケモンの原点ですよね、うん、確かに。イケピカチュウっていうのはイケミクラス、イケミウィンダムっていうのがあって、うん、ただ行った後にそいつが敵倒したら番組終わっちゃうんで、そう絶対負けるよね。負ける。戻ってこいウィンダムっていう。これだからも、ま、帰ってこいピカチュウっていうの全く同じやつで、でその後サトシ行かないで変身していけばいいんだけど、うん、あの変身していくのがウルトラセブンなんで。だからもうミクラスもういい、帰ってこい俺が行くって先行けよ。ミクラス持ってる意味なくない？そうなんだよな。時間稼いだり。だからこれは脚本家が試されるわけ。このアイディアせっかくいいアイディアなのに、脚本家がそれ活かせる脚本作れるかどうかっていう。どっちが早いんですかね、バビル2世と。あどっちだろう。バビル2世から影響を受けてそのシステムにしたの。3つのしもべに、いやでもあのね、しもべにその戦わせるっていう代理戦争的なものは他にもいっぱいあるから、うん、それをカプセルにしていけっていうのは結構衝撃的なアイディアだったっていうのはありますね、うん、そうね。はい、あと、宇宙人両方出てくるんですけど、主にあの古代恐竜とか古代怪獣とかが蘇っちゃったみたいなのがウルトラマンで、侵略してくる宇宙人と戦ってくるのがウルトラセブンなので、ウルトラセブンに出てくる怪獣っていうのは宇宙人が引き連れてる怪獣っていうパターンで、怪獣単体と戦っているのもほぼないみたいな感じですね。確かにね、はい、黒幕がめちゃくちゃ来るなと思って、ね、もうだ次から次へと侵略侵略っていう感じなわけです、うん、あのね、まだね60年代は明るいから侵略っていう印象もないっていうか、うん、あの70年代はもうその、いろんなものが入ってくることによって起こってしまった公害とかいろんな犯罪とかもいろいろマイナス部分がたくさんあって、で階層もはっきりしてくるわけだよね。だから貧乏っていうのが出てきます。だからまあ虐げられし者たちの視点っていうのが入ってくるのがウルトラセブンなので、これがだから社会派で、これについて物申すって言ってるのがこの時の若者たちなので、ウルトラマン作ってる時は そこまであんまり出てこない、出てくるんだけどね、そんなに出てこない、まあ、楽観的な感じがちょっとあるかなっていう感じです。あと、ウルトラマンっていうのはもう明らかに子供向けなので、子供いっぱい出てくるんですよね。で恋愛はないほとんどないんですよ、うん、だけどウルトラセブンっていうのはあんまり子供出てこない、うん、で子供出す時は勝負かけてる、うん、ノンマルトとかね、うん、何回か子供が出てくる時は、結構、まあ、本気の時は子供が出てくるっていうのはセブンですよね、うん、でこの違いがあってですね、これ、まあみんな覚えておいてもらいたいのが、あの60年代と70年代の境目はどこにあったかっていうと、セブンとウルトラマンの間にあるわけです。
ほー、だから60年代科学最高民主主義っていうイエーっていうのがウルトラマンで、いやそうも言ってらんない、みんな貧乏だしこの後オイルショック来ちゃうしって言ってでその後団塊世代は挫折するし、三島はいなくなっちゃうしみたいな、な不安みたいなのがセブンが予感させてるっていうね。だこのこの間に60年代と70年代がありますよっていうことを皆さん覚えておいて。セブン何年なんですか。はい、67年なのでだから早いんですよ。予感ってことだね。67年なんだ。そう、大体でも時代の境目って真ん中に来る。95年に境目が来るでしょ、90年代って、うんうんうん、あれと一緒で94年まではバブルが残ってるけど95年以降は、まあ、深刻なゼロ年代の重さっていうのが始まるんですけど、まあ、割と60年代はここで まあ、はっきりと分かれたっていうふうに、まあ、覚えておいていいんじゃないかと思いますね、はい。確かにオイルショックは予感できないよね。まあ、先ほどセブンはあのブライ派なんだよね、諸星団ってね。あ、そうなんですか。そう、ウルトラマンは割といい人隊員として、だからそのなんつうかな、真っ当なサラリーマンみたいな、そういう差もあるんだ。そうで、そこでなんか俺には関係ねえぜみたいな感じで団塊世代の代表として出てくるから、諸星団って、はい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 、だからまあちょっとこういうヒーロー像もあるんだみたいなのをちょっとかましたんで、おなじみの諸星団なんだよね。どっかあの明日のジョーっぽいのノリがで、なんかちょっと俺は組織には属さないぜみたいな雰囲気を出している、そういう人だったね、諸星団って人はね、うん。ウルトラマンって66年だけど、ウルトラセブンになるとまたぐんだよ。だから団塊世代が絶望していく時代にセブンが現れて、それで帰ってきたウルトラマンになるんだ。絶望からの回帰で帰ってきたウルトラマンだ。そういう感じの流れがあるので、まあなんか明日のジョーっぽいっていうのはすごくハマるんだよね、諸星団ってね。そうなんだよ。女性関係多いんだセブンは。あ、なんか大人っぽかった、子供心にあとすごい怖かった。セブンは社会問題ガンガンぶち込んできてて、なかなか面白かった。女性セブンではないです。